て有名ですよね。この人物が兵法の極意書である五輪の書を書いたことで有名なレーガンド。さあ、佐々木小次郎であっているのでしょうか。では丸だと思う人、拍手お願いします。あ、少し拍手が聞こえますね。ありがとうございます。では×だと思う人、拍手お願いします。あ、さっきよりもたくさんの大きな拍手が聞こえました。これは×の方が多そうですね。ではくまモン、答え合わせをお願いします。正解はじゃが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 じゃん、×。はい、×と答えた方正解です。この兵法の極意書五輪の書を霊岩堂で書いた人物、それは佐々木小次郎ではなく、佐々木小次郎と戦った宮本武蔵、はい、剣豪としても有名な宮本武蔵でした。はい、そうなんですよ。こちらのね、あのバガボンドっていう漫画、皆さんご存知でしょうか。熊本大学出身の漫画家さんが書かれたこの漫画、こちらに宮本武蔵の話が書かれておりまして、はい、まあね、歴史の方でも有名ですけれども、そちら